いらっしゃいませ、あら、こんにちは、こりゃどうも、これからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ。今日はどっちのスーパーへ行くの？おもちゃ屋さんの前通るの？明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか。お昼を食べたら川まで行って魚釣りしようね。今日はコロッケ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいい。7時になってテレビ見るんなら、宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから、怒られて泣きべそかいた。オレンジ色の明かりはつけててね、怖い夢見たから、何にも怖いことないよって笑う。一緒に寝ようよ、今日はおうどん、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいい。みんなありがとう。明日はお父さんお休みだから、ねえ、キャッチボールしてよ。本屋によってコロコロ買うの、お小遣いちょうだい。今日はスパゲティ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいいのに。お花を買って銀行も寄って、水屋のお菓子もなかったね。今日はどっちのスーパーへ行こう。おもちゃ屋さんの前通ろう。お母さん。